一体犯人は誰なの？ここが現場です。発見当時と同じ状態にしています。幻想的ね。顔は見えない。彼はパイロットだから、その時間は空の上。絵の具の中に混ぜたのかしら。どうやらここで加工したらしいわ。これならできるよ。親友の夏希に相談してみるか。実はね、新しいことが分かったの。英語を話してた。ああ。ということはあそこを使っているはず。一体ここで何を食べたの？振り出しに戻ってしまったわ。